はい、えー。今回もですね、ちょっとパンチがある、えー、カスタムサムネイルにしようかなと思うんですけども、まあ人生を変えたいなら危険みたいな感じですかね。<laughs> まあそういうカスタムサムネイルでタイトルちょっと考えますけど、まああのー、まあキングコングの西野さんの人生は20代で決まるっていうやつを聞いてて、まあこの YouTube の下にシェアしておきますけど、これね、僕ね、聞いてて思ったんですけど、あ、確かになと。 確かになしかなくて、何かっていうと、まあ僕ね、まあお客さんにまあ商品販売して教えて、まあやりましょうってサポートしてるわけなんですよ。だけど圧倒的に何が違うかっていうと、そのね、やっぱね、基礎体力だと思うんですよ。で、基礎体力って何かっていうと、これはもう西野さんも言ってるんですけど、20代でその基礎体力つけてるのかつけてないのかっていうところで、西野さんも別にその20代もうめっちゃやったから、 今別になんかやるって決めたら20時間とかできるみたいな話なんですね。で僕もぶっちゃけあつらかったですよ。つらかったんですけど37歳になって去年37歳を迎えたんですけど20時間ライブや,やりましたからね。<laughs> いやちょっとさすがにワンマンの20時間ライブつらかったですけどまあでもその20時間ライブも以前にやったことがあるんですよ。 でそれが 3, 3年前か4年前33か4ぐらいの時に20時間ライブをやったんですよでまたできるんですよまあできるというかやったんですけどしんどかったですけど20時間ライブはねワンマンきついですねまあ一番当時やった時はあのゲストが結構10人ぐらい来てくれたんですけどで37歳の20時間ライブはワンマンでやって朝方はちょっと死んでちょっと寝ちゃいましたけどね結構。 でもやっぱねまあそのまあそれも含めてなんですけど20代僕はうん、まあ、会社に泊まり込みしてブワーやってたわけですよで朝9時からマックスは本当朝方5時ですよねうんだから本当20時間です本当に <laughs> で。に朝9時から朝方5時なんで20時間ですよねはいだからマックスそれですまあ毎日マックスではなかったですけどでも平均はアベレージは 朝9時から深夜2時がアベレージだったと思います深夜2時ですね1時2時がアベレージですねでそっからまあ20代だったんでそっからまあその当時あの会社に2人いたんですよ僕ともう一人の子がでで、えー、2人で泊まり込みしてやってたんですけどでさすがにやっぱストレスかかるしあのー、もう息抜きやっぱ人間なんで息抜きやっぱ欲しいじゃないですか でいまだに覚えてる鮮明に覚えてますけど夜中に朝9時からやるじゃないですかで夜中2時とかにお仕事よしおもう,もう終わりだみたいにしてでその子とそっから渋谷まで歩いてって夜中ね深夜2時半とかからビリヤードするっていうね <laughs> でビリヤード12時間して帰ってきて寝るみたいな <laughs> っていうね生活をしてたんですよねだから そのまあ、何がそのお客さんと自分が違うのかなと思ったのがこれ西野さん聞いて確かになんと20代の時にどれだけ貯金というか何やろうなもう基準ですよね自分の行動量の基準を作ってしまったので確かに年齢を重ねるとしんどいですよだからその20時間ライブも37歳の時の誕生日の時だったかな終えてやったんですけど辛かったですでも辛いけどできたんですよできやりました辛いけどやりました でもほとんどの人って多分や、やんないんですよね。やらないですよね多分。人生において多分絶対ではないかもしれないですけど 99.9999999%20 時間ライブワンマンでやんないと思いますよ。もちろん休憩挟んでますよ。いや、だいたい50分セッションとか45分セッションで1回ちょっと10分休憩とか15分休憩してまたっていう、それを10何回、20回ぐらい。 やりましたけど、まあ、それやんないですよね、うん、だからそのなんかね基準値がやっぱりその20代の時にまあ大変だったけどそのきえっ、ー、と、うん、ベースができしたから今があるかなっていう思いますねだから30代から40代から50代からやろうと思ってもやっぱり基礎体力がないと基礎基準というかね基礎基準基礎体力がないと やっぱきついでもこの話をするとねじゃあその20代じゃない人は夢も希望もないじゃないですかでこれ面白いのがシェアさせてもらうとこの西野さんの YouTube のコメントの中でえー、っとこんなコメントがあって「そうだね私は30代だけど確かにもう遅い感ある生きてるのしんどい幼少,幼少期の頃から生きてるのがしんどかった」とかねあとなんだなんだもう。 なんかコメントあるんですけど確かに遅いですうん20代の時に基礎,その基礎をつけてる人とじゃあそれを50代になってつけようと思ったらきついですただただただですよ結果結論から言うときついだけですうん結論きついだけです だからそのきついところを乗り越えられるか乗り越えられるかでもそれを乗り越えないと基礎体力つかないですよだから20代の時に辛い多分3倍ぐらいきついです50代から始めるんだったらねだけどまあこれはちょっと申し訳ないですよカーネルズ・サンダーズをちょっと引用させていただくとカーネル・サンダーズは60から起業してますからね60から起業して <laughs> あの <laughs> 車でね訪問販売してこんなう,うまいチキンのやり方あんねんみたいな飛び込み営業をねこう全米回って車で寝、ね、泊まりして起業してでそっから全国のフランチャイズですよカーネル・サンダーズはだからやれないことはないんですけどでもね俺カーネルだったらできっかなみたいな60からできますちょっとカーネルって60何歩だっけなカーネル サンダーズ起業いやすごくないですか何歳 ?65 歳だ65歳ですねカーネル・サンダーズ65歳で KFC を起業1009 100回断られても立ち上がり続けた情熱 <laughs> やばいですねうんやっぱケンタッキー強しいですねサンダーズすごいっすよね、うん まあだから、できないことはないですよ。無理ではないけど、辛いというだけです。うんだだ。だから結局でも、その辛いを超えてまで人生変えたいのかって話です。だから要は、辛い思いせずに、辛い思いせず、もうね、年取って辛い思いしたくないよ。うん。って思うんだったら、もうそのままです。もうそのまま死ぬだけです。え、そうじゃないですか。 もう申し訳ないんですけどこう言葉強いかもしれないですけど人間は死に向かって生きてるもますから、えー、年齢的に言ってなあ300歳まで生きる人とかいないですから大体いい7080とかじゃないですか100歳まで生きる人もいますけど大体、まあ、いい7080じゃないですかということはあと230年したらもう死ぬだけですだあとその230年どうするのって話で <laughs> ただああやっとけばよかったなとかね ああ、もうちょっと、ああ、もう終わるな、みたいな。多分ね、80から無理ですよね、さすがに。80からはね、無理ではないけど、どんどんもっと辛くなるってことです。これね、カーネル・サンダーズ65歳ですけど、85で車に寝、ね、泊まりして、ピンポンしてっていうか、ね、ほ、あの、営業をかけるってちょっと無理じゃないですか。さすがに無理ですよね。まあ、無理っつったら、まあ、ちょっと希望なくなっちゃうんであれですけど、無理だと思います。 <laughs> 前人未到ですよね85歳で車で運転してねいや起業してねほほ飛び込み営業していくっていうね <laughs> なかなかパンチありますよねだからやっぱりまあ早い段階でできるだけまあその基礎体力をつけるべきなんですけども、えー、今からでも遅くはないですだから、えー、もう年齢を重ねてしまってるんであるならば辛いけれども人生変えたいのか変えたくないのかっていうそこを 超えたいのか超えたいというか超えるのか超えないのかそれはうーん自分次第ですね結局だと思いますけどねだから結局じゃあできない人やらない人の思考っていうのはどうなるのかっていうとああやっぱ俺には無理だな歳も重ねてるやっぱ無理やなとやっぱ若い時やっとけばなんですよ すね、あやっぱ俺には無理かなやっぱきついなこの年齢であーやっぱ若い時やっとけばよかったなやっぱ今更遅いよなっていう過去のせいにするんですよ間違いないです過去のせいにしますでも過去のせいにしても未来は変わる変わらないですよねだから別にその過去のせいにして生きるのもよしなんですけどじゃあ過去のせいにして未来は変わりますかと 変わるんだったら過去のせいにすればいいと思いますよ。あ、20代の時やっとけばよかったなって言い続けて死んでいくと思うんですけど、未来変わります変わんないですよね。人生変わります。だから人生は今から変えられます。誰でも。まあすいません。85、90からの企業はちょっとすいません。さすがに賞味期限あると思うんですけど、まあそこはちょっと許容範囲でお願いします。だからカーネルの基準でいきましょう。カーネルは65歳から成功してるんで、まあ65までだったら OK でしょ そうただし65で行くんだったらカー最低でも最低基準としてはカーネルの基準ですね選九回訪問販売とかねあの営業できるっていう車に寝泊まりして全米を駆け巡りれるっていう基準でできるから65でまあ最低基準ですねもちろんこれね失敗する可能性もありますからねカーネルサンダーはうまくいっただけであってこれ失敗する可能性ももう,もうそっちの方が多いですから。 だから65歳でじゃあカーネルは1009回断るってわけじゃないですかじゃあ65から1万回断られてもいけるかっていう情熱があんのかって話ですねうん <laughs> まあそんな感じでございますまあとりあえず人生は変えられますけれどもうんまあ単純にその僕がなんでそのできるのかなと思ったのはまあちょっと西野さんのちょっと聞いて確かになっていう部分が非常に多かったんでうん ちょっとシェアさせていただきたいなというところで。この YouTube の下にリンク入れておきますので、よかったら聞いてみてください。では。